えー、こんにちは今回はねメールをいただきましてちょっとねプライバシーに配慮しながらの返信になります、えー、今回ねクリプト塾長ということでねメッセージをいただいてますねあのー、FX の方はまず大きく決まりましてどんな状況でもね、うん、やっぱりこう言ったら不謹慎かもしれませんけども世界のどこで対立が起きていても戦争が起きていてもお金を稼ぐことは FX ならできますこれはね 感情をちょっととね横に置いててて事実としし一旦申し上げておきますでも感情を、まあ、真ん中に引き戻して思うとやっぱりね気の毒なことだなと思いますし昨日も3・1・1多くの方がお亡くなりになったりいまだに不幸を引きずってるそういう方多いんじゃないかなと思いますよね。福島ってのはまだ元通りにはなってませんし元通りにはならないですからね。うん 福島だけじゃないですけど東北の一帯ですよね、うん、はいそれでね今回はあの「M ドルが支援表明でアズール城にアスターを展開するようです」というふうに書いてますね「アスタ」ー、いいでしょうこれずっと目をつけていたんですけども人には話さないでおいたんですよあの「さすがです」と書いてますけどもいやーもうねさすがでも何でもないんですけどもただ やっぱりね、暗号通貨ってのは、いつ仕込むかだけなんですよ、ね、うん、あのトレードをするわけじゃないですから安値の時に仕込んでおいてそれがね注目されて当たればいいなっていう風な半ば宝くじみたいな感じですだから何が当たりやすいかはあのいろんな通貨を見ているといろんなあ世の中の情報を見ているとこれかもしれないなっていう風に当たりがついてくるんですよね体の時はまあ偶然でしたけども今はね狙いながら当てることはできるかなと思ってますただ、 あんまり人にはおすすめでできないですけどねあの。資金も結構いりますしで結構時間も取られるんですよ、うん、情報を掘り込んでいこうとするとねでインフレ懸念、ね、地元で必死と感じております自分ができることはストックをすることぐらいなので農協で、えー、玄米付きの米袋 60kg1 万8000円買って保存していますすごいじゃないですかだいたいねこういう食料の備蓄ってみんなしないんですよ水の備蓄もみんなしないんですよ 平時にそういった備蓄を積み立てておいて、緊急時に、ああよかったねってなればいいのに、しないんですよね。うん。なんでしないんですかね余計にお金がかかるですからですかね余計にお金かかんないんですよね。備蓄していたものを、例えば1年後に食べ始めて、食べ始めた分、備蓄として同じ金額買っておけばいいわけなんですよ。こうやってローテーションしておくことで、まあ、いつもね、在庫は新しく、そして、 在庫の確認もできるし、在庫を日々の食卓に消費することもできるし、何の問題はないんですけどね、そういう風にしていけばいいのになぁと思いますね。で、以前に教えていただいたように、バランスよく、他の食材やビタミン剤も買いに行きます。まあ、そうですね、これ、用意した方がいいと思います。えー、で、この方の予想ですけども、自分は食料品は今後2倍、工業製品、人件費は1.5倍になるのではと予想しております。うん、人件費のの、ね、値上げ幅ってのは ちょっとシビアですよね、うん、どのくらいですかね10%ぐらい上がるのは至難の技かなと思いますけども今回はコストアップインフレなんで企業の利益が増えるわけではないんですよねだから人件費上がるのかなって思っちゃいますうんであ富山県でも高級食パンショップね、ありますよねあれ日本全国にあるそうなんですけどもあれね今度ねその裏側をちょっと取材したんでお話し,しようかと思いますけども結構無茶な事業 携帯らしいですよ。ですから、今年は高級食パン、バンバン潰れると思います。もともと、大きな負債を抱えて、結構ね、粗利が高そうですけども、高くないんですよね。うん、だから、閉店し始めてます、っていう出てますよね。小麦粉の高騰はすぐに、4月から大きなダメージを与えますし、ほとんどの人の家計が圧迫されますから、高級食パンをね、買う余裕はなくなってきますからね。 なかなか厳しいんじゃないですかね小型ミサイルも必要っすか小型ミサイル心にいつもミサイルを打っておきましょうそれじゃあいってらっしゃい